とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。タワーでやばい裏技が発見されましたということですね。今、装備してるもの、そのまんまで、タワーに挑戦することができるバグですね。これ、シーズン8が始まった頃から、コメントを何件かいただいてたんですよ。なぜか装備を引き継いだままタワーに挑戦してますっていう。で、その時でが、回線の不具合かなんかで入ると成功しますっていう話を聞いてたんだけども、今回、コメントもらったのは違うやり方でしたね。たくさんコメント来ましたもんね。多分、誰かが発見しちゃったんでしょうね。で、やり方ですけども、まず、タワーすぐここに入れるようにしておいてください。で、地雷を設置して、死にますよね。うん、ちょっと HP 高いんで、ちょっとやらなきゃいけないんだけども、地雷で死にます。あ、次いけるかな？地雷でやられて、あら、まだか。やられて、残り3秒の時、復活まで3秒の時に、さっきのタワーの場所に入ってください。ここで、3って出ました。で、タワーに入って、そのタワーの待機のところで、1秒から 1.5 秒待ってから、スタートしてください。そうすると、成功しやすいです。はい、成功しましたね。もうほぼ 100% 成功するようになってます。はい、装備を引き継いだまんま、タワーに挑戦が、できてます。はい。で、これね、いくつか試したんだけども、地雷じゃなくても大丈夫でした。地雷じゃなくても大丈夫です。まあ、その方法をちょっとお見せしますね。戻ってきました。HP 減らしてますね。で、このバグなんだけども、別に地雷で死ななくても、他の方法で死んでも大丈夫です。例えば、高いとこから落ちて死んだ時でも大丈夫ですね。で、ここで3ってなってタワーに入って1秒もしくは2秒ぐらい待ってからスタートですね。そうすると、成功します。まあまあ、さっき2回やったんだけども、2回とも成功できたので間違いはないと思うんですけども、まあでも、地雷でね、ダメージ受けるっていうのが一番早い方法かな。あ、いや、高いとこから落ちて、画面外に落ちた方が早いかもしれないね。ほら、装備、そのまんまで来てます。はい。高いとこから落ちて、落下ダメージで死んでも大丈夫ですね。じゃあ、次はあれ行ってみようか。フィールド外に出て、死んじゃうってやつ。それで成功するかな？どうだ？よし。もうそのまま落ちればよかったね。そのまま落ちれば、一発で死ぬからね。OK ね。試してみます。ラグらないでね。どうだ？いけるかな。多分死ぬっていうことがトリガーだと思うので間違いはないんじゃないっすか。だったら地雷で死ぬよりこっちの方が手っ取り早いかもしれない。うん、まああまりにも高パワーだったらね、地雷2発ぐらいで死ぬんだったらいいんですけども。どうだ。はい、成功。成功ですね。はい。まあ、とにかく、地雷じゃなくてもいいんで、一度死んで、再開まで3秒ってなった時にタワーに入って、そこで1秒から2秒の間待ってスタートするといいみたいですね。はい。ということで、今日はコメントありがとうございました。ほんとたくさんのコメントありがとうございます。プレステ版でも成功しました。今のところ、スイッチと、プレステ版では成功するみたいですね。Xbox と PC 版はちょっとわかりませんけども。はい。まあまあ、
この裏技多分最近発見されたやつだと思うので何か不具合が出る可能性もある。うん、ゼロじゃないとは思うんですけどもね。なのでまあ一応自己責任で、やりたい人はやってみてください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。